あ、これ、まあ、質問、まあ、あの、まあ、質問、まあ、質問といえば質問なのか、ワンチャン質問じゃないってことですか。いや、そうでもない、あの、まあ、今ね、やっぱりこの F1 ライフ、まあ、特に YouTube の方はマニアなね、あの、闇に、沼にいる人、闇ってま沼にいる人たちじゃなくて、その、うん、ライトな、ライトなね、うん、方々に、あの、F1 って楽しいんだよっていうのを伝えたいよねって、こう、まあ、初めてやってるじゃないですか。はい、うん、とはいえ、つってもやっぱり、ある程度の知識がないと、なかなかこの楽しめない、うん、今の F1。そうですか、うん、っていう中で、うん、まあ、でも複雑に考えれば考えるほど、うん、やっぱりこうしんどいんで、何かこう、あの、一つこのポイント、このポイントを抑えるだけでもぐっと楽しくなりますよ、はい、うん、探せばもう10も20もここもここもここも出てくると思うんだけど、うん、まあ、とりあえずこのまずこの1個ここに注目するとぐっとレースが楽しくなりますっていう、ちょっとプロからのアドバイスをいただけると、はい、みんな喜ぶんじゃないのかなっていう、はい、タロノートでしょ。皆さんタロノートで今喜んで楽しんでいただいてるんじゃないかな。だってもう戦略もタイヤも関係ないもんだって。メルセデスがなんで遅いかタロノート。あ、そういうことか。ガスリーなんで予選早いのに決勝ノーポイントタロノート。なんで7周目ピットインタロノート。理屈じゃないですかって。あ、そういうことか。F1 の入り口タロノート。皆さん、ご納得いただけましたでしょうか。一つは無理ですよ、だって、うん、複雑に絡み合ってるから F1 は面白いんですから。まあまあまあ、そうだよね。一つで説明するのは無理ですよ。もちろんドライバー地点で見たいって人はドライバーの人間性とかに魅力を感じて、うんうん、例えばノリスのファン なりました、うん、ノリスの人間性いいと思いますって言ったらノリスの視点で見ればいいので、うん、ただ、まあ、ノリスの視点でずっとレース見ようと思ったら、まあ、国際映像にノリス映ってないとしょうがないから、うん、まあ、そこ難しいですけどね。それはだからあのダゾーンのなんとかコンボーカメラが映るやつで、まあ、なるべくノリスが映るところを見るのか、うん、まあ、F1TV プロをちょっと 裏技を使って見ればノリスのオンボードカメラはずっと選択して見ていられるから、うん、まあ、そういう楽しみ方もありますよね。まあ、僕はフェルスタッペンずっと見てますけど、うん、国際映像とフェルスタッペンの映像、うん、まあ、無線も聞きながら、無線聞きながらその人のオンボードカメラずっと見てるだけで、この人のレースどうやって戦ってるかすごいよくわかるから、うん、多分どういう心理状態で戦ってるかもかなりわかりますよ。ああ、そういうことね。そのレース全体というよりはその人の視点で見るっていうのは、うん、まあ、ある意味別のレースの楽しみ方ですね。仮にフェルスタッペンが3位であの優勝争いに絡めなかったとしても、うん、まあ、どういう考え方でどういう走りを今してるのか、どういうモードを使ってるのかっていうのが、その知識なかったとしてもわかると思うよ、その無線聞いてれば。だからそういう楽しみ方はあると思います。優勝争いだけ考えたら毎回メルセデスってなっちゃいますからね。なっちゃうよね。うん、それもタイヤのことが分かんないとよく分からんとか、よく分からん、ね、うん、まあ、難しいですよね。ああ、そうするとここに行き着くね。まあ、あともう一個は、うん、あのね、最近僕らがやってるから言うわけじゃないんだけど、うん、あのゲームを自分でやってから、うん、あのレース見ると全然違うと思いますよ。そこは確かにね、うん、ただ単にこう受け手として見るよりも、自分でゲームで例えば今回スペイングランプリだったバルセロナのサーキット走ってから見るだけでも、うん、あ、ここのコーナーブレーキングすごい難しいんだよなとか、うん、こんな走り方なんでできるんだろうっていうのはオンボードカメラの映像と自分のゲームでの体験見比べるだけで全然違うから。あ、確かに確かに。 F1 ドライバーの凄さは分かると思いますよ、本当に。あ、そうだね。まあまあ家にね、その立派なハンドルなくても、うん、だったらシミュレーターに遊びに行けばいいんだもんね、うん、今もう都心であればたくさんあるもんね。どこ本当だから、うん、あの昔のゲームしか知らない人は所詮ゲームでしょって言うんだけど、うん、今は全然そんなことないから、うん、もうちょっといいステアリングつけてれば本当かなり高いレベルで楽しめますからね、うん、まあ、それこそ F1 乗ったことある人が結構リアルだっていうぐらいなんだから、うん、全然そのどういうものかっていう感覚をつかむのは全然できるから。あ、なるほどね、うん、それでレースまでやれば、うん、あ、ここタイヤ厳しくなってくるんだよなとか、どんどん曲がんなくなってくるんだよなとかっていうのも分かるし、うんうんうん、本物の F1 ほど複雑じゃないけど、うん、あの燃費の切り替えとか、うんうんうん、パワーユニットのディプロイメントの切り替えとかもあるんで、うん、それをちゃんと勉強できるっていうのも大きいと思います ね。 なるほどね。まあ、確かにそうだね。自分で体験するっていうのは家のゲームであればいいし、まあ、シミュレーターとか行けばね、トレーナーさんとかに教えてもらえるから、うん、あのアイミちゃんに、ね、アイミちゃんに教えてもらう、それ、うん、分かるもんね。あ、ここではこう
こうしてるんだ、ああしてるんだって、あ、それは確かにあるかもね。だって野球だってね、あのキャッチボールすればボールは本当は痛いんだなっていうのも分かるし、野球とかね、サッカーはさて、こう、子どもの頃からこう、どうやってあんなボールの受け方できるんだろうとかっていうのも分かるわけで、自分でやってみたらやっぱり分かると思うんですよね。そうだね、だからレースってそういう身近じゃねえと思ったけど、よく考えたらゲームもあるし、シミュレーター屋さんに行けばよりリアルに感じられるし、うん、あ、シミュレーター屋さんがね、だから東京とかに住んでる人はね、すぐ行けていいんだけど、そうだね、うん、やっぱり地方だとなかなか難しいけど、まあ、それこそ PS4 と、うん、まあ、ステアリングコントローラー1個買うだけで、うん、まあ、ある程度楽しめるよっていうのは我々動画でも、うん、あのお見せした通りで、うん、まあ、30万のステアリング買う必要ないと思います正直全然いらないと思うけど、うん、まあ、5万円ぐらいの、ね、フォースフィードバックついてるやつを買えば、うん、そこそここういうもんかっていうのは楽しめるはずだから、うん、まあ、トータル10万円しないぐらいで買えちゃうわけじゃないですか、うん、それだけで F1 の本物の F1 の見え方が全然違ってくるから、うん、でそこからまたね、ゲームだったらラリーやることも全然できるし、他のなんか GT カーとかもできるし、うん、どんどんなんか視野が広がっていくんじゃないかなって気がしますけど ね、まあ、カートに乗るのもいいでしょうし、ただまあカートはね、またそれも行くのも大変だし、まあだね、装備品ね、うん、あるし、うん、まあだから、まあ、まだ身近なところでやっぱり家でゲーム、うん、で、まあ、本当いいと思いますよ、ね、ゲーム、うん、で近くにシミュレーターがあればいつも行ってみるのもあり、近くにカートショーがあればまた乗ってみるのもありっていう、うん、まあまあそれぐらい、まあ、意外にあるってことはじゃあね、まあ、だから本当にそのね、ゲームとかシミュレーターのレベルが上がってきたのもここ数年だから、そうだよね、うん、それは非常に今恵まれた環境に我々あるはずなんですよ、うんうんうん、昔だったら、ね、レース体験するにはサーキット行かなきゃいけない、そうそうそう、カート乗らなきゃいけないっていう話だったのが、うん、じゃあいくらかかるんですかみたいな話だったのが今は本当に10万かからなくてできちゃうし、そうだよね、それにタイヤ代も燃料代もかからないわけだから、そうだね、すごくそのレベルがすごく上がってるっていうのはいいことだと思いますけどね。そうだね、まあ、それで興味を持ったら、まあ、ちょっとでドライブがてら実際にカート乗りに行くっていうのもまた一つありかなと。なるほどなるほど、そういう楽しみ方があるということね。はい、皆さんぜひチャレンジしてみてください。